今吉田さん何ておっしゃいました？ご挨拶するとき。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。なるほどなるほど。4月になったじゃないですか。はい。2018年度が始まったわけですよ。始まりましたね。最近肩書きが変わられたとか変わられてないとか、まああるんで、はい、1回だけでいいんで、フル肩書きって1回言ってみてもらっていいですか？え、俺が言うの？他に誰が言うんですか？覚えてないもん。あれ？はい。まあ、最悪名刺見てもいいですよ。あ、なるほど。じゃあちょっと、とりあえず、はい、僕が思う肩書きを言ってみていいですか？言ってみましょう。株式会社スクエアエニックス、取締役、うん、執行役員、はい、部門、なんか部門担当、はあ、うん、第5ビジネスディビジョン、うん、ディビジョンエグゼクティブ、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクター兼光の戦士の吉田です。なるほど。はい。あれってあれなんですか？正式に決めてあるわけじゃないですか？なんか分かんなくて、なんか取締役兼執行役員って正しくないんじゃないっていう。なるほど。まあね。だって雇用側と、そうね、非雇用側がなんで県なのっていう全くごもっとも。でなんか名刺作るときに聞いたら、はい、名刺は県はつけないでくださいって言われて、あ、じゃあ並んでるだけなんですか？でも公式文書ではなんか県ってついてんじゃん。はい、あ、ついてます、ついて、あ、ついてます。で部門担当って書いてあったり、うん、開発担当って書いてあったりします、します。表記揺れがひどいなんでどれが本当か分かんないんで、はい、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田ですでいいんじゃない？はい、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何も変わらないです。はい。